そう、今日ね、モデルナのワクチンを投与したんですよ、私の体にプズって自分でね、注射したの。いや、嘘ですよあ、お注射気持ちいいみたいな感じじゃなくてね。まあね、私ちょっと選ばれし人類、ちょっと選ばれた人類なんで、まあワクチンぐらいでね、その痛くならないだろうみたいに思ってたんだけど、今左腕が上がんねえいや、普通になんか熱出てるとかじゃないんだけど、普通に張ってるわ。で、明日私あれなんよね、塾で授業をしなくちゃいけないんだけど、チョーク持てっかなこれちょっとね、本当にね、いや1回目のワクチンなんだけど、ちょっと腕が上がんないのよ、マジで。ちょっと怖い。あ、でね、そう、私左利きなんですよ。左利き、鉛筆とか文字書くのとか左利きなんですけど、その、あ、左利きの人は賢いって言うんですけど、まあ事実その通りだと思います。で、その左利きなんだけど、ハサミ使ったりボール投げたり、まあ、マウス使ったりとか、それ右利きなんですよ。で、そのワクチン打ってくれる方がね、左と右どちらにしますかって言われて悩んだんですよ。もうなんか支障が出るかもしれないから、まあなんか日常生活で支障出ない方でって言われて、私は瞬時したの。いや、ここちょっとかっこいい BGM かけといて、でちょっとね悩んで、いや、ちょっと待って、かっこいい BGM かけよう。かっこいい BGM っていうか、なんかちょっとね、流れ変わった感じにしてこうで、そのどっちに注射しますかって言われて、まあ今のこのコロナ禍、文字書く機会がないんでね、で、そのまあ左にしちゃったんよねいや、そのマウス原神操作するのも右手じゃん、基本的に。それでちょっと文字書くことよりもね、原神を優先しましたね全然怪人で。